にしたくなって。で、またナムコプロか。でも今朝は構ってやれないぞ。自分忙しいから。うざいの散歩しながら自主トレ中なんだもんね。それはちょっとリードが外れて途中から追いかけっこになっただけだよ。まあね、自分完璧だけどトップになるにはこのぐらいしないとダメだし、圧倒的な力でライバルをねじ伏せて二度と立ち上がれないぐらいやっつけるんだ。トップになる人はみんなそうやって勝ち上がっていくって聞いたぞ。もちろん黒井社長は自分のこと思ってアドバイスしてくれてるんだ。違わないよ、黒井プロは一流の事務所だぞ。黒井社長のアドバイスも一流だよ。自分のこと考えてくれてる社長のためにも自主トレとかレッスンとか頑張らないと。レッスンで勉強してからオーディションを受ければ勝てる可能性高くなるからね。でしょ。トップになるには営業も大事だけど、まずはオーディションに勝たないとね。どういたしまし。うわぁ、敵に優しくちゃった。へこむ、バッペだ。受け。そんな意味なわけないさ。自分ナムコプロなんか嫌いだし。うわ、今ちょっと本気で照れちゃった。自分キモい。ナムコプロ相手